シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は今週末公開作品、4月5日6日公開の作品について語りながら今週のシネマサロン課題作品を決めていきたいと思います。では早速竹内さん、はい、1本目の20丸フォロイング、25周年 HD レストア版、まあ、これ実は初公開が2001年の12月の8日、まあ、アミューズさん配給で、公開されてたんで、これはもう、まあ、基本的にリバイバルなんですけど、ただまあ1作目の時はね、もうクリストファー・ノーランほぼまだ注目を浴びてなくて、多分これアミューズさんも、メメントの公開に合わせて、まあ、抱き合わせで買ったんじゃないかと思うんですよね。これ公開はこっちを先にやったんですか？いや多分ほぼ同時だと思うんだよ。メメントの公開日がいつだったかな、でも多分同じ年だと思うんですよ。なので、まあ当時メメントって配給どこだっけ、アミューズだよね。アミューズなんですよ。だから多分同時にやったんじゃないかと思うんだよね。なんかあの当時 M 社長が当たるかどうか怖くて、渋谷のあの坂を登れなかったって何言ってんの。いや本当にそうおっしゃってた。いやでもそんなそんなに別に社運をかけた映画だったの、そんなことないよね。だけどなんかどこあれは公開は当時あれまだパートパルコパート3行った頃だっけですかね、まあ、パルコパでもじゃあ坂登れないってでパルコのパート3の客なんて1階で分かんないじゃんね。だってねだから渋谷の駅で駅からこうあただ怖かったってだけ坂を登っていかなかったらしいです。なんかよく分かんないけどでもねそのぐらいドキドキするもん。だからフォローイングって全く僕には記憶ないんだよね、メメントの記憶は結構あるけど俺も全くないです。でそんなのあったんだって感じです。そうだから公開してたんだって思ったんだよね、でもしかしたらシネアミューズでやったのかな当時。ああかもしれないですね、これはほぼ同時な何したか分かった、メメントって。あ別に調べてない。あごめんなさい。いやいやいいよあの多分同時期にやったんだと思うね。まあいうことでね、まあ、今回は、オッペンハイマーの公開を記念して、まあ、25周年 HD レストアと、まあ最初の公開時は2001年なんで、ちょうどデジタルが始まった頃だと思うんだけど、まだ多分 35mm で上映したんでしょうね、いうことで、まあ、とにかく見てみたいですよね。フォローイングっていう名前は、まあ、多分ついていくって意味だと思うんで、尾行の意味だと思うんですよね。多分フォローミー、私をついてきてっていうフォローミーがあったけど、フォローイングは逆についていくっていうことだと思うんですよね。まあぜひ見てみたいなということで、最高回の作品で20丸にしたのは初めてということになりますね、はい。2本目も20丸今週2本ですね。2023年の、カナダ、クロアチア、ハンガリーの作品で、監督、脚本、制作、総指揮、ブランドン・クロネンバーグということで、まあ、このチャンネルでもクロネンバーグが 2本やったのかな。そうですかね。うん、アンチバイラルはやったんだっけ。アンチバイラルはやってないの。じゃあ1本だけだね、その後なんだっけ、次の。ポゼッサーか、あれやったんだよね、で今回長編第3作なんで、まあだからこれをやれば2本目ということになりますね、あの当チャンネルではいうことで、まあいつもはねカンヌとかいろんなところに出てるんだけど、今回は割とノーマークなんだよね、まあ、賞はいくつかカナダの映画賞とか取ってるみたいだけど、なんでなんだろう、それがちょっとね。出演はアレキサンダー・スカルスガルドとミア・ゴスですね。ミア・ゴスといえばね、このチャンネルでも 2本取り上げてますよね、いうこと。3本 ?2 本、取り上げて2本かな、あのあれですね、パールあれあれ、パールパールと XX、いうことで、まあクロネンバーグ あの息子のブランドンの作品は結構楽しみに2本見たので、今回も一応20丸にしてみました。またわけのわかんない、これはあなたの性癖に刺さるリゾートスリラーリゾートスリラーっていうのはね、確かになくはないよね。リゾートバイトかよって感じ。リゾートスリラーって結構あるよね。でもね、リゾートバイトもリゾートスリラーですかね。M ナイトシャマランも ね近々新作出てくるけど、 あれリゾートスリラーだったよね、はいはい、確実に、はいはい、まあいうことで、
まあ、これも楽しみだなって。相変わらず変なビジュアルで面白い。このチラシからしてね、うん、結構面白そうで。それいいですよね、うん、インフィニティってどういう意味だったっけ。無限とか永久とか。あ、そう、無限大か。このコロナね、うん、インフィニティマークの。だから無限大のプールってどういうことなんだろうね。まあ楽しみですよね。はい、丸も2本ありまして、丸の1本目、そっちかいってみんな思うかもしれませんけど、アイアンクロー2023年のイギリス・アメリカ映画でナショナルボードオブレビューのアウォードのベストアンサンブル賞とトップフィルムズに、選ばれた作品ですよね。まあ、プロレスファンの間ではですね、エリック一家っていうのはフォン・エリック一家有名なんですけど、知ってました？アイアンクローって。アイアンクローは知ってますけど、名前は知ってますけどぐらいの、うん、そうだよね。あの昔フリッツ・フォン・エリックっていう人がギミックで一応ナチュのなんとかみたいに名乗ってね、それで鉄の爪って言ってアイアンクロー、握力がなんか203だとか220だとかあるって言うんですよ、ね、多分佐藤さんとか僕らの握力130ぐらいだと思うんだけど、まあもう覚えてないですけど、ね、うん、多分でも130ぐらいだと思うんだよね。だけどフリッツ・オン・エリックは220かなんかあって、もう僕もよく日本プロレス中継で見てたけど、若手の選手とかって捕まると リングの中にいるフリッツ・オン・エリックがリングの外のこの、こういう何あれなんてロープの外からこうやってね掴んで、こうこのまま引きずり上げる。それどこを掴むんですか。いや、お供だよ。顔面を掴む。顔面掴んでこうやってでやって持ち上げるの。すごいね。すごいよね、それだけでもね。それ持ち上げられたふりをしてるだけじゃない。だって上げてんだもん、本当にリング内に引き込んで。どうやってそれはやるの。いや、こうやってやろうか、思うけど、その体重はだってあれじゃん、運べないもん。そのリングなんか引きずり込むからね。うん。で、まあ、当時、まあ、今もだけどプロレスにはギミックっていうのがあって、はい、まあ、これだからナチ出身 の、 悪役ってことで、登場したんですよね。で結構ナチギミックのプロレスラーはいっぱいで、その後にエリック、フォン・エリックが開発したキラー・カール・クラップとかね、一緒に来日して、確か日本でインターナショナルヘビー級のタッグ選手権とかに挑戦したっていうのがあると思うんですけどね。まあ、いうことで、まあ、その鉄の爪フォン・エリックの一家は非常に今不幸が多く、子供いっぱいいるのに長男がまず子供の頃に死んで、うん、で、まあ、子供たちに英才教育をやってですね、まあ、三男のデイビッドが身長もなんか2メートルぐらいあってすごい将来嘱望されてね、まあ、今に NWA 当時の最高峰 の、 プロレスリングの世界チャンピオンになるって言われてたんだけど、なんと日本に来日して戻ったらもう NWA のチャンピオンになるっていう話だったのに、うん、なんと日本で朝ジョー樋口が起こしに行ったら出てこないので死んでたっていうね。死因は分かってるんですか。死因は一応なんか腸内破裂だったかな、なんか 腸炎、急速腸炎だった、急性腸炎かな、なんかそういうのらしいんだけど、ジョー樋口はレフリーで当時外人のこう何アテンド担当だったんだよね。で朝起きてこないからってんで、まあそのデイビッドが一番その父親にも家族からも嘱望されて、もう帰ったらなんか NWA の世界チャンピオンになるような話だったらしいんだよ。でまあそれがなくなって、それでなんかみんな怪我したりいろいろするから苦しくて麻薬に走ったり、あと誰五男だったかな、五男のマイクはなんか背が低くて僕とあんま変わんない、1メートル65ぐらいしかなくて、だからなんか筋肉増強剤とかバンバン打ってたらしく、なんか3人とも自殺しちゃうんだよね。で残ってるのは、まあ、次男のケビン・フォン・エリックだけで、ケビンは今もだからご存命で、今一応あれだよね、どこだっけ、プロレスリングノアか新日本かなの IWGA のなんかチャンピオンシップ委員会の一人だったかな、なんかになってると思う。なんか息子2人は新日本プロレスで修行してんだよ、ということで日本ともすごく関係の深い、まあ、フリッツ・オン・エリックはジャイアント馬場、アントニオ猪木、大木金太郎、吉村道明あたりの当時のだから、日本プロレス四天王とも戦っているし、その後全日本プロレスから新日本プロレスまで翔平のマッチメーカーのなんか仕事もしてたんで、日本ともすごい
関係が深い。さすがプロレス好きですね。まあここだけ長いよね。すごい見たくなっちゃいましたちょっとハーってなってる人もで、アメリカですごいこれが話題になってるのはそのケビン・エリックをね、ケビン・フォン・エリックを演じたザック・エフロンの、うん、なんか体の改造がすごい、もうそのままなんか誰だっけ、日本のプロレスラーの誰かがなんかそのままリングに立てるって言ってるぐらいなんか体がすごい。で、制作組織に、まあ、AEW って今アメリカの人気団体があるんですけど、そこのマクセル・ジェイコブ・フリードマンが一応制作組織に参加してて、まあ、日本にも来日したことあるチャボ・ゲレロがプロレスシーンのコーディネーターをやったそうなんですね。ということで、もうプロレスファンは絶対に見たいやつですよ。呪われた一家、フォン・エリック家の知られざる衝撃の実話ということで、あとみんなどのぐらい似てんのかちょっと見てみたいしね。ということで、なんか面白そうだなと思って、まあこれしかも A24 だよね、確か違ったっけ。あ、でも書いてあります、ね、あ、A24、そうだね、 A24 の作品だということですね。長くなったけど、じゃあこれまだあのパッケージディールになる前ってことですね、うん、これ配給どこなの、昨日だね、うん、そうだよね、パッケージディールになる前、うん、それとも配給だけなのかもわかんないけどね、ちょっとわかんないけど、うん、で監督、脚本制作のショーン・ダーキンは1981年まで43歳で、まあ不都合な理想の夫婦、あの昨日セレクションでやったあの、何ローだっけ、イングリッシュペーシェント、柔道ロー、柔道ロー柔道ローやってませんでしたっけ。プロレスが出てこなくて柔道が出てこないってどういうことなんだろうね柔道ローっていうぐらいでね次、なんかダジャレでごまかして丸の2本目パストライブス再開ということで、2023年の、アメリカ韓国共同出資で作った映画ですね。これなんといっても A24 CJ エンターテインメントグループの CJENM、 それとあのクリスティン・バション率いるキラーフィルムズと、そのキラーフィルムズから独立した 2AM の4社が共同制作して、完全に韓国主導で制作、あるいはプロダクションしてるっていうのがやっぱりすごいなということですね。で監督脚本のセリーヌ・ソンさんは1988年生まれの36歳で、韓国で生まれて12歳で両親と共にカナダに移住して、でなんとこのセリーヌ・ソンっていうセリーヌ幼名ですね、幼名はジャック・リベットのセリーヌとジュリーは船で行くのセリーヌから取られてるらしいですね、名前。ということでセリーヌ・ソンはもうダコタ・ジョンソン主演で新作作ってるんですけど、これが24とキラーフィルムズと2AM の共同制作でもう作ってるんですよ。だからもうこの3社に才能を認められたってことですよね。まあそれはアカデミーのね、何部門ノミネートされたのこれ、アカデミーは何部門だ、オリジナル脚本賞と作品賞か、2部門ですね。バフタイギリスアカデミー賞もオリジナル脚本賞と主演男優賞と非英語映画賞の3部門でノミネート。でベルリン国際映画祭に出品されて、そこは無冠だったけど、ディレクターズギルド監督協会の第1回作品賞も受賞して、アメリカのゴールデングローブ賞の作品賞、非英語賞、主演女優賞、脚本賞、監督賞の5つの部門で候補になっているということで、あとアメリカのインディペンデントスピリットアウォードでは作品賞と監督賞受賞ということで、もうすでに1作目でですね、華々しいキャリアをもう培ってしまったセリーヌ・ソン、今後ねどうなっていくのか。まあ一つ心配があるとすると、そのウェルメイドな多分作り上がりというふうに僕は予想してるんですけど、そのウェルメイドな作り上がりが果たしてその通常レベルのウェルメイドなのか、これを超えてくる感動があるのかどうか、そこがまあ今作のポイントかなと思って、まあこれが二重丸になってないのはなんとなく多分普通にウェルメイドなんじゃないかな、ちょっといいぐらいということで、僕の好みからするとウェルメイドな映画に終わってるんじゃないかという危惧を僕は持っていて、アメリカの、映画ファンって非常にウェルメイドな映画が好きですよね。でこれなんかやっぱりウェルメイドはウェルメイドでいいんだけど、ウェルメイドのそのレベルをこう超えてくるような作品じゃないとなかなかちょっとフェイバリットにはなんないかな。ああいい映画だよね確かに、うんうん、アカデミー賞無上なるかな候補みたいな感じでなんか終わっちゃうんじゃないかなっていう気がちょっとしてるんですよ。まあ上映時間も1時間45分で非常に見事な収め具合ですよ、46分か。
まあだからちょっとね、どのぐらいの作り上がりなのか見てみたいと思います。三角の1本目、毒娘ということで、まあ、監督脚本は内藤英介さんで、1980年生まれで42歳で、なんといっても先生を流産させる回、2009年の作品ですか、もう15年前ですね。でこれでまあ一躍名前が轟きまして、で角川で、カホちゃん主演でパズル撮って、あとアンナちゃん主演で、アンナちゃんなんだっけ、石アンナじゃなくて、ね、山田アンナちゃんの方、山田アンナちゃん主演でミスミソを撮って、まあ、2020年のにはあの許された子供たちで結構また、評価を、確実なものにした監督ですよね。まあ、なんかこう一筋縄ではいかないモチーフ、題材、テーマなどを扱っていて、今回も悪の花の押見修造さん先生がですね、ちーちゃんのキャラクターデザインをやっていると。ちーちゃんを演じてるのは伊礼姫奈さん、最近売り出し中ですよね。今年も多分公開作の、出演作の公開がどうなんだろう、3本ぐらいあるのかな、4本ぐらいあるのかな。まあ、テレビにもね出始めてるんで、伊礼姫奈ちゃん今ブレイク中だと思いますんで、まあ、そういう若手俳優を見るのもいいかなという作品ですね。主演は薩川愛美さんですよね。演技力がある女優さんだと思います。いろいろ出てますけどね。あと竹財輝之助さん、最近テレビでねいっぱいいろんな役やってますけど、彼が止めですね。ということで、まあ、ちーちゃんが許さないこの毒娘で、まあ本当に映画ってシンクロニシティが多いんですけど、日本映画の毒娘が公開をしてる日にですね、公開週に韓国映画の毒親毒鎮が同時公開って、これなんかセットですかって言いたくなるよ、ね、もしくはどっちかの配給会社が意識してぶつけてやれ、毒毒対決だみたいな、なんかそういう感じがするんですけど、韓国映画クロックワークスさん得意だから返し付けれるんじゃないですかね。うん、いやどうなんですかね、毒毒対決まあいうことでね、非常に面白そうなんですよ。まあなんか予告編見てると、普通に捕まえればいいんじゃない、警察に頼んでって思うのをどういうふうに処理してるのかね、ちょっと見てみたいなと。まあ、ホラーなんですよね。ホラーなのかな、ホラーでしょ単なるなんか実話らしいですけどね、これもともとこれがすごいよね。なんか実話だって書いてありましたね、映画ドットコム。となると怖いよね。なんか実話をモチーフに、まあよりホラー寄りに撮ったんでしょうけど、まあ、どうなんですかね。だから、三角の2本目、ブルックリンでオペラを、どうも見逃せない、ピーター・ディンクレイジ主演ですね。まあ、ピーター・ディンクレイジって僕が映画を配給し始めた頃に、あのコーエン兄弟の作品で脇役とかやってたのに、いつの間にかラブストーリーの主役ができるようになって、なんか YouTube でも中国、韓国でひどい目にあったけど日本はいい待遇をしてくれたって YouTube を見ましたけどね。ピーター・ディンクレイジ、まあね、今やもうあれですよ、この間なんかすごかったもんね、シラノ・ベルジュラックの本案やってましたからね。いやすごいな、やっぱ世も世だなっていう気がするんですけど、まあでもいいことだと思いますよね。ピーター・ディンクレイジとアカデミー賞女優賞を取ったことあるマリサ・トメイとアンド・アン・ハサウェイということで、今回アン・ハサウェイが制作もやっていて、で、トメイに回ってますね。で監督脚本はレベッカ・ミラー、50歳の恋愛白書。昔僕が2000年頃に行ったあのサンダンスフィルムフェスティバルでパーソナルベロシティってやつ見たんですよ、うん、まあまあ普通にいい映画だなと思ってたら、その年のサンダンスフィルムフェスティバルのグランプリを受賞してましたよね。だけど日本では、それは配給されませんでしたね。多分俳優のバリューが弱かったんだと思うんですよ。主演はあのなんだっけ、あのケビン・ベーコンの奥さん、わかります誰だか、なんだっけ、キラ・セジュイック、キラ・セジュイック主演だったですよね。それまあ懐かしいですよ。レベッカ・ミラーもここまで生き残ってくるとはね。レベッカ・ミラーは1962年生まれの62歳ですね、今年。監督脚本制作も担当して、一応あれですよ、映画業界にきちんとその名を残してるのがすごいなと思いますね、うん、次、三角の3本目、オーメン・ザ・ファーストということで、まあ、これ入れるかランク外にするか迷ったんですけど、
まあ、一応あのオーメン一作目に同目したね非常に面白いあのホラーだったんでザ・ファースト入れてみました。面白いんですかねこれ。この配給ウォルト・ディズニー・ジャパンっていうのがちょっと怪しいかなと。そうだね、あんまり怖くないと。あんまりあの過激なことはしないだろうなって思うんですよ。これはもともとフォックスだったからフォックスなん、フォックスの映画なんだろうと思うんですよ。あ、ちゃんとコピーライトには20th century studios って書いてあるけどね。なんでまあでも配給がウォルト・ディズニーでしょ全世界ということで、どのぐらい過激なのかね。まああのオーメン見るとね、あのデビッド・アーナーがあのなんだっけ教会の十字架に差し抜かれ貫かれるとか、なかなか派手なね面白い映画でしたけど、666です、ね、666流行ったね。666これ6月6日生まれの人大変だったよね、きっといじられるよね。お前生まれたの6時だよとか言われて、ね、かわいそう。たまに今でもあのナンバープレート666の人いますね。じゃあ多めファンなんですね、うん、怖い。まあいうことでね、どの程度の作り上がりなのか。監督のアーカシャ・スティブンスンは初長編監督作品ということだそうです。次、霧の淵三角の4本目ですね。でこれ4月6日ユーロスペース独占先行公開なんですけど、上映回数も3回1週間あるので、これはどう考えてもロードショーということなんだと思うんですよね。で4月19日から東方シネマズシャンテほか全国順次公開ということなんですけど、どっちの公開日に入れるか迷ったんですけど、僕は4月6日公開を取りたいなと。映画 .com さんは4月19日にしてると思うんですけどね。いうことで今回 T さんのリストにも入れてない入ってないってことです。 T さんは何を住居にしてんだっけこれ。映画コムです。同じやん。映画 .com の映画解説は非常にね容量を得て短くて読みやすいですよね。あれが一番正しいのかな、まあ、癖があるとすると必ず何々を舞台に舞台にを入れないと気が済まないっていう。あれ誰が書いてんのかな。東京都何々以降舞台にとかね、1980年の何々東ドイツなんとか政権を舞台にとかね、なんかもう何々を舞台にって入れないと気が済まない。いつも僕ここにあの載せるときに映画 .com さんの見て参考にさせてもらってるんですけど、必ず舞台には撮りますけど。面白いもんだよね、やっぱ書く人の癖があってさ、僕もきっと癖はあるんだろうと思うんだけど、舞台に行って出てくるたびに笑っちゃうんだよね。おかしい。まあ、楽なんでしょうね。そう。でも舞台に行っておかしくないですか。いや全部に入れることはないでしょ。どれに入れてもいいけどさ、どれかに入れるのは。ということで、この霧の淵は、まあ、新しい才能と、言われている村瀬大地監督脚本なんですよね。奈良県南東部の山々に囲まれた静かな集落を舞台に旅館を営むある家族の姿を描く作品ということで、村瀬大地監督は京都芸術大学、旧京都造形芸術大学に在学中に忘れてくけどさまよう煙のように赤い惑星などをお作りになって、短編映画忘れてくけどでカンヌ国際映画祭に出品されて注目を浴びて、卒業制作ロールで奈良国際映画祭の学生作品部門に出品された作品ですね。でもうキャストも水川あさみ、まあこれ主演は三宅あかりさんなんだと思うんですけど、三浦まさきさんね、僕はずっと三浦まさみさんだと思ってずっと読んでたら、三浦ファンに竹内さんいい加減に覚えてくださいまさきさんですって言われたんで、今日はきちんと三浦まさきさん、それからあと堀田真三さんねなどが出ているということで、まあ、これもぜひ見て、最初ランク外にしようかなと思ったけど、オーメン入れんならねやっぱ霧の淵入れないと申し訳ないでしょうってことで、これ6日公開はユーロスペースさんだけなんですか。そうなんです。あ、うん、だけど1日3回で1週間やるんで、もう先行といってもいわゆるロードショーですよね。昔のロードショーっていうのは1巻で先行してやることを言ったんで、まあ、ちょっと今あの例えばあの土日だけやるね先行公開とかと、なんかあのこの言葉がねかあの熟語先行という言葉を両方使ったりするので分かりにくいけど、もうこれはいわゆるロードショーだと僕は判断しました。で今回はエグゼクティブプロデューサーに川瀬直美さんがついてらっしゃって、結構あれですよね、スタッフィングもそっちで
やってんじゃないかなというふうに思いますよね。うん、まあ、いうことでどの程度なのか、今週も僕あの PFF のね、あのサコちゃん選ばなかったけど、あの全ての夜が思い出す、夜が夜ならサコちゃんがやってたかもしれない作品を見てきたんですけどね、いうことで、まあ、新しい才能は見ておくと後で楽っていうのもあるし、見ておけば後が楽しいっていうね、いろいろなあのあるので、まあ、この霧の淵もぜひね拝見してみたいなというふうに思います。ランク外作品の1本目、毒娘の公開に合わせたのか、毒鎮ですね、毒親、これ毒鎮、毒親毒鎮って読むのか、毒鎮毒鎮って読むのか、毒鎮なんでしょうね本当に。まあいうことで、2023年の韓国映画、母からの過剰な愛に苦悩する娘の心の闇を描いた韓国初のミステリーということで、監督脚本のキム・スインさんは奥世紀お化けのなんか客職に参加して覗き屋の脚本を書かれた方らしいですね、うん、まあ長編映画監督デビュー作ということなんで、奥世紀お化けとか覗き屋の脚本を書いた方がどのぐらいの映画作ってるのかちょっとね、あとやっぱり毒娘を見たら毒親も見ないとね、セットで見ないと申し訳ないなという気もしましたが、一応ランク外の1本目にしました。次、チラシをゲットできませんでした、人生って素晴らしいビバラビダということで、2024年の中国映画、共に不治の病を抱えながらも性格は正反対な2人を主人公に描く中国製のラブロマンスということで、監督のハン・イェンさんは1983年生まれの41歳で、日本でね大ブレイクしました怪獣シリーズの中国版怪獣動物世界の監督をされた方ということらしいですね。まあ、ビジュアル見るとねちょっと見てみたいなっていう気もするんですけどね。ランク外の3本目、まあ、これもランクインさせようかどうかちょっと迷ったんですけど、2022年のスウェーデン映画で、スウェーデンの絵本作家ピア・リンデンバウムによるリトル・ズラタンと大好きなおじさんを描く、おじさんが大好きなあまりおじさんの彼女を、別れさせてやれっていうひどい娘の話ですよねいうことで、大好きな富おじさんが取られちゃうっていうことで、なんとか富おじさんを恋人と別れさそうっていう宿泊するという、なんか面白そうだよね、富おじさんも大変だよねということでね、なんかなかなか面白いですよね。これもなんかちょっと入れてみようかなと思ったんですけどね。で、まあ、監督はクリスティアン・ロー、さんなんですけど、あのロスバンドという作品が日本で公開されてまして、これがだから今週、リトルエッラ公開記念で、上映されるので、後でちょっとそれも紹介したいと思います。ランク外の4本目、日本のインディペンデントがですね、ノルマル17歳丸、私たちは ADHD ということで、発達障害の一つである ADHD 注意欠如多動症に悩む2人の女子高生が得た青春ドラマということで、まあ、ちょっと見てみたいかなと思いますよね。なんか村野武則さんが出てるんですよ。あとどっちかのお父さん役に福沢朗元アナウンサー、まあ、今もアナウンサーか、今何でも鑑定団の司会とも知ってますけど、あと真鍋香織さんとかも出演されてます。ローさんって読むんですか。え、福沢さんは、福沢明かな、明かな、明かな、つい映画の人って音読みしちゃいますよねって言われますよ、また音読みしちゃいますよね、明かな、福沢明かさんね、かつてあのな高校生クイズ大会の司会やってました、ね、うんうんうん、アメリカオーダーウルトラなんだっけ、あの得意な言葉があったじゃない、うん、あー、なウーバーイーツでいいんじゃない決めセリフを言ってくださいって、決めセリフだね、うん、なんだっけあれ、ゲットじゃなくてなんだっけ、ファイヤーとかですね、ファイヤーじゃないね、なんか忘れちゃったよもなんか、まあ考えるんでしょうね、アナウンサーの人はね、うん、自分のキャッチフレーズ、うん、キャッチフレーズっていうか、多分あのクイズ大会のなんか最後かなんかに言ってたよね、ジャストミート、ジャストミート、ジャストミートだ、うん、ジャストミートね。じゃあジャストミートする映画ファンの方にはほんとこいですね、うん、はい、次、フェイシスの波紋ということで、古くから現代に至るまで人と自然の関わりを映してきた文様に迫ったドキュメンタリー、監督の、茂木さんかな、茂木さん、茂木監督かな、茂木だ、茂木彩子監督、1969年生まれの55歳、幸福は日々の中に、
島の色静かな声などを、監督された、もともと写真家で、写真家としての活動も非常に活発にされてる方ですよね。フィシスの波紋じゃないですか。今何て言ったの。フェイシス言ってないよ。絶対言ってるよ。言ってないよ言ってないよ。フェイシスなんて言うわけないじゃん。まあ楽しみですね。いやいや、これはもう明らかにサボちゃんの間違いだから今のうち謝っといた方がいいと思う。いや、フェイシスって言ったと思う。いや、フェイシスなんて言うわけないじゃん。だってあれ、手元資料間違ってんのかなと思ったらそうじゃなかった。まあいいです、フィシスって言いました。サボちゃんの耳だけフェイシスって聞こえたっていうことですね。はい、次、はい、ミルクの中のイワナということで、イワナをめぐる環境から自然と人間の関係について問い直した、ドキュメンタリー。まあ不思議な、ビジュアル結構いいよね。なんかちょっと見てみなくなるような。あ、トラウト・イン・ザ・ミルク。ミルクの中のイワナ。トラウトってマスだよね、普通だと。うん、そうですね。まあでもイワナって多分、英語がないんでしょうね。うん、でも皮つけてもいいのね。リバートラウトでいいような気がするんだけど、うん、あとね、なんかオリエンタルトラウトとかね、なんかないのかね、イワナって、うん、これあれだよね、日本って魚の種類が多すぎてさ、寿司とかでもさ、種をね、訳すのが難しいよね、うん、ほとんどだって、なんとかスナッパーばっかりじゃんみたいなね。あとなんだっけ、もうなんかないんだよ、英語に。作ってますよね、作ってるっていうか、いや、うん、でしかもその英語を喋る人が聞いても、は何ですかそれ、聞いたことない英語ですって言われるだけで、意外と知られてないのってさ、魚じゃないけどオクラって英語なんだよね、あれ。あ、そうなんですね。もともとの語源はなんかあっちの、本当だ、オクラ、うん、オクラってなんか日本語だと思ってる人いるんだけど英語な。じゃあイクラって何語だか知ってる。イクラ、イクラ何語だか知ってますか。ロシア語でした。知ってるね、さすが、さすが2ですね。ワン、ツー、スリーですね。本当にまたどうでもいい話してますけど、あ、養老孟司先生がなんかコメント寄せてますね。魚のイワナだけに限らず、イワナに関心を持つ人たちの発言を含めた社会的な視野を含む良質のドキュメンタリーである。画面が淡々と流れていくのに思わず引き込まれて最後まで見てしまった。現代の我が国では淡水産の生物は危機的な状況にある。特にそうした危機意識のない人たちにもぜひ見ていただきたいと感じる、と養老先生おっしゃった。別にモノマネしてません。なんかでもトラウトじゃないみたいですよ、ググると。何になってる。なんかね、チャムサーモンとかって出てきた。だからさ、うん、ないのよ、もともと英語が、うん、で多分チャムサーモンって言ってる人もいるんでしょ、うん、チャムサーモンもないよね。チャムって何それ。わかんないっすね。え、犬の食べ物チャム。ペディグリーチャム。チャムってまだあんのかね。ペディグリーチャム懐かしいね。チャムサーモンあるんだよ、そういうね、わけのわかんない英語が。地域でまた違ったりする。昔だって海苔ってさ、僕が初めてアメリカに行った時なんて英語でブラックペーパーって言う。なんかそれよく言いますね。なんかチャーっていうのもあるな。チャー、うん、あ、ギターのうまい人ですよ。そうそうそう。ね、チャーって言えば。いろんなことあるけど、いやだからトラウトはないよね。だってマスとイワナじゃ全然違うもんね。まあいいけど、まあないんですよ。そういうところにでも引っかかりますよね。引っかかる。英語入れてたらね。英語入れてると、うん、イワナってマスかなの。いや、全く分かんないです。本当？じゃあ何、磯野家に繋がっていくのか。マスオさん、うん、まあいいんだけどね。次、あ、チラシをゲットできませんでした。ローマの休日また公開します。これなぜかというと、今回日本公開70周年 4K レスト版が非常に人気を呼んだということもあって、日本語吹き替え版ですね、今回。池田何子さんだっけ、あの人、オードリー・ヘプバーン、雅子さん、オードリー・ヘプバーンの吹き替えといえば池田雅子、グレゴリー・ペックといえば城達也。あの時エディ・アルバートは誰が、吹き替えてたっけな、あの時は。ちょっと覚えてない。これ日曜洋画劇場版らしいですね。で、なんと、なんか淀川先生の解説もつくらしいですね。ちょっとそう言われると見たくなるよね。池田雅子さんはね、声優ファンの間では、銀河鉄道999のメーテルの声でもね、有名ですし、間違ってませんか、僕。大丈夫でしょうか。記憶だけで喋ってますけど。はい、メーテルだよね、はい。メーテルの声でも有名ですよね。まあ、いうことで、ローマの休日は、
1953年のアメリカ映画ですけど、日本は1954年4月25日公開。配給は当時パラマウントの支社がまだあった頃ですね。でオスカーアカデミー賞の、8部門の候補になって、主演女優賞、原案賞、衣装賞を受賞してますね。でこの原案賞が当時は何ていう名前だったかな、ちょっとよく覚えてないけど、後にダルトン・トランボだっていうことが分かって、ダルトン・トランボに上げ直したっていう歴史がありますよね。当時赤狩りでダルトン・トランボが実名で書けなかったんで、なんか友達の名前を使って書いたんだよね。なんで授賞式に誰も出てこなかったっていうね、いうお話がありますけど、キネマ旬報ベスト10では6位に入ってまして、ベネチア国際映画祭に出品もされていると。で監督のウィリアム・アイラーは1902年生まれ、1981年にお亡くなりになって、去年79、アメリカアカデミー賞の監督賞に12回、候補に上がって3回受賞してるってことでね。我らの生涯の何だっけ、知らない、有名な名作があるんですけど、とあとベンハーですね、あとミニバー夫人3回撮ってますね。我らの生涯の素晴らしき、ん違うな、我らの生涯の、もうなんでこのタイトルが出てこなくなっちゃうんだろう。ダメだね、俺も終わりだね、もうシネマサロンなんてやってるあれじゃねえよな、もう人様に題名も言え申し上げられないなんてね。我らの生涯の最良の年、あ、じゃあそれだ、あの実際に戦争でなんか片腕なくされた方が出演されていて、その方がアカデミー賞の助演男優賞候補に上がったっていうね。僕は夜中のテレビでしか見てないですけどね、劇場じゃないスクリーンでぜひ見てみたいと思ってますけどね、はい。ちなみに、イワナは酒かです、まだ言ってたのもういいわよ別に、間違った情報をね。だからチャムサーモンなんだね、きっとね、チャムはどっから来たのかね。あとさっきシャムじゃないそれ、チャーっていうのも、いやチャムはシャムじゃない、いやチャーはチャームから来てるんじゃないですかね。いやシャムでしょシャムだ、こんなに掘り下げるとは思ってもみませんでしたね、まあ、あんたが悪いのよ次、チラシをゲットできませんでした。劇シネ、これなんていうの、天合成でいいの、劇団新幹線、劇団旗揚げ、43周年興行。43周年って言われてもね、2023年の秋に上演された痛快アクション時代劇天号星、天号星で合ってるの、映像化ですね。あれですね、あの古田新太さん、なんか自宅で酔っ払って頭ぶつけて、あーなんか70針だっけ、50針も塗ったの、いやわけないよないやわかんない、この間なんか賞かなんか受賞されて、帽子かぶって出てきたっていうことでね、話題になってましたけどね、古田新太さん、いろんなとこでご活躍と。次、シネマ歌舞伎刀剣乱舞月の剣縁石の切り派ですね。これはチラシありますね。刀剣乱舞月の剣縁石の切りの葉、ですね、いわゆる新歌舞伎だよねこれね。いうことで刀剣を擬人化した刀剣男子を率い歴史を守るため戦う刀剣育成シミュレーションゲームを、ミュージカル舞台化アニメ化実写映画化などされてきたけれど、その、刀剣乱舞オンラインを歌舞伎でやったということで、主演は尾上松也さんですね、尾上右近、中村梅玉、大谷圭三など出てますよね。もう今や新歌舞伎いろんなことやってますけどね、あのなんだっけワンピース、はいはいはい、結構話題になってね、たくさん観客も入ったみたいですけど、刀剣乱舞もね、まあありはありだよね、まあ、歌舞伎もね、あの残す残さないっていうか、残る残らないか、どういう意味それは、歌舞伎は日本の文化として残すべきかどうかみたいなことを議論されてる方がいましたけど、そんなもん残れば残るし残んなかったら残んないだけだよね。まあでもこういう新しい試みで新しいお客さんを呼び込もう。でも相変わらず歌舞伎大人気じゃん。そうなんですか、じゃあ安泰ですね。いや安泰かどうか分かんないけど、今のところ別に、しかも誰が残すの、残すっていうのは、日本政府の支援とかもありなのかなしなのか、いやそれは別になくはないと思うんだよね、やっぱり日本の文化の一つだから、
映画もぜひねもっと支援してほしいもんですよ、うん、そうですね、特に映画館、地方の映画館のなんか支援はぜひ国にもやって、うん、そんなクールジャパンとか言っていいとこ取りだけして ね、 したね、上積みだけ持ってきやがって、もう本当にお得意とする、だからもうアニメのクールジャパンふざけんなろう、本当にふざけんなと思うよ何がクルクルジャパンだろうそれは本当にどうして利用だけするんだろう、クルクルジャパンなのは政府の担当者とかだから、クルクルジャパンな政府の担当者がさいいとこ取りして市政のねそのアニメ作ってこられた方がさ、血と汗と涙の結晶で作って、やっとインバウンドのほとんどがアニメファンだっていうのにさ、ほとんどかどうか、ほとんどですよ、じゃあ皆さんにアンケート取って聞いてみなさいよ日本のアニメ見ないで日本来てる人ほぼいないんだから、いや年配の人はそこまでないでしょ、いやいや年配っていくつのこと言って、あんた自分が年配じゃないと思ってる、ね、70以上、いや70の人でも子供の頃日本のアニメ見て育ってんだもん、いや絶対見てるって、しかも見てるのは見てるでしょうね、いや意味が分かんない、いやでもアニメファンかどうか分かんないじゃん、え見てたらファンでしょ、そうなの、えさっきはアニメを見なくて日本に来てない、来てる人はいないでしょって言ったのよ、あそっか、アニメファンとは言ってないよその時は、見たことがあるのはまあほとんどでしょう、ね、だからインバウンドのほとんどの人は日本のアニメを見て育ってるのにって言ったじゃん、はい、そこでファンとは言ってないからその通りです、ダメだよ間違ったところに突っ込んじゃうもうね、左の人がマウントばっかり取って気に入らないわこのチャンネルね、本当にその通りですよ、偉そうにしてどんだけ偉いんじゃんって本当にね先に言っとかないとね、うん、あのいらないですから、コメントは、そういうコメントは嫌だったらもうさっさと切って見ないでください本当に次、英国ロイヤルロッペラハウスシネマシーズン2023-24ロイヤルバレエ、まあドラマティックで破滅的なバレエとして人気が高いケネス・マクミラン振り付けのマノン、2024年2月7日ついこの間上演したやつをもう収録して上演するってことなんで、なかなか豪気な企画ですわなこれね本当に、うん、いうことで今週の公開作品以上でございます、はい、はい、じゃあ、T さんの気になる作品はいかがでしょうか、はい、私の気になる作品はストライブス再開、これが一番なんだ、はい、パストライブス一番一番、うん、2番目インフィニティプール、ああやっぱこれ2番に来るんだ、3番目アイアンクロー、アイアンクロー今上げたでしょ、今上がりました、うん、4番目フォローウィング、お5番目ドッグ娘、うん、6番目ブルックリンでオペラを、うん、です、あ割とほぼ僕と一緒ですね、なんか影響されちゃうんです、ね、影響されちゃうんだよね、はい、ここでこんだけね、はい、強い上司に偉そうにしゃべられるアイアンクロすごい見たくなっちゃったちょっと長かったからねアイアンクロ、そうです、うん、これでも今週洋画集ですね、洋画集、洋画集確かにそうですね、うん、洋画が多くないですか、洋画集ですね、竹内さんの4番目まで全部洋画ですよ、でも一応毒娘と霧の淵が入ってますけど、まあ入ってるけど、うん、二重丸と丸は洋画ですね、まあ、これは虚心坦懐に見たいのを並べてった結果でございます、うん、そうなりますよね、全部洋画でもいいですか、いやそりゃないでしょ、そうどれか一本は方が入れてよでも毒娘あんま見たくないんだよ、じゃあ霧の淵にして、洋画読んだらあなたやってたかもわかんないじゃん、あやってねえか、これピア関係なかったわ、うん、なんでピアはクロックワックスから日活になったの、あれ、いやそれはちょっとわからない、わかんないんだ、もう自分がいた頃、やっぱり最初は何本かね、何本やったの結局あれ、いやどうだろう3本ぐらいかな、3本ぐらい、うん、あなたがやらなくなっちゃったんじゃないですか、やらなくなっちゃったの、うん、あんまりやってくれる人を他にで日活さんになったのかな、だし多分、うん、契約してたわけでも何でもないから、 あれ契約してたわけじゃないの、だからこの作品やりますかやりませんかっていう、そうなんだ、うん、ピックアップ型だったんだ、そうです、ね、あなんだそうなんだ、今初めて知ったよ、今初めて知ったんですね、もう契約してたのかと思った、してないです、いや例えば3年周期とかさ、いやいやいやそんなのやったんです、そうなんだ、ただたまたままあ、えでもあれでしょ、やっぱりほら数々のヒット作を映画業界に送り込んだ大プロデューサーだから、タイトル全部言えますよね、自分でやったやつ言えるでしょ、言えません、言えません、じゃあ何本言えるの、不登校となんでそっから出てくんだ、一番運命じゃない人、うん、は出てくるんだ、うん、あともう一本あったよ、もう一本あったっけ、じゃあ二本、俺が覚えてるの、いやもう一本あったはずだけどな、確か僕の記憶では、戻りましょう、ええー、
なんかつ、あれ、まあいいや。洋画だけじゃダメなのか問題ですね。かわいいだけじゃダメかしらみたいなこと言ってますね。いや、洋画、洋画だけでもいいけどね。俺、やっぱり、竹内さんと一緒なんですよ。フォローイングとインフィニティプール。まあ、じゃあ、それ2本、とりあえず決めましょう。決めですよね。フォローイングとインフィニティプール。これどっち外すかだったらアイアンクロー、あ、でもアイアンクローはリクエストも来てるな。いいよ、じゃあ洋画4本でも、いいですか、うん、じゃあちょっと 初ですね、洋画4本、はい、ということで、今週のシネマサロン課題作品はフォローイング、インフィニティプール、パストライブス再開、アイアンクローの4本にしたいと思います、珍しいね、洋画4本って前にコメントでね、別に洋画だけでもいいんじゃないですかってコメントもありましたけど、多分映画邦画選ばないんですかってコメントも来ると思いますけど、ね、ただあれですよね、どちらかというと邦画の方が再生回数は伸びる傾向にありますね。まあまあそうだよね、日本映画の方がやっぱり近しい感じなんでしょうね。まあ昨今のこう洋画不振をシネマサロンも反映してるということのような、反映してるのかな、反映してる、影響を受けてる、やっぱりなんとなく日本だけじゃないですか、何のあのあれもなくて自国の映画が強いのはね、中国はほらかなりあれかけてるんでしょ、あのなんて言うんだっけ、あの制限、なんて言うんだっけあれ、輸入制限、いやいやいや、まあ輸入制限というか公開制限だよね、ああはいはいはい、なんて言うんだっけあれ、上映本数を決めるやつね、自国の映画を守るみたいな言い方あるね、韓国もね一時期やってたけど、フランス映画もまあやってなくはないけど、まあ、中国映画ほど映画界ほど、まあ、中国は絶対に中国映画の方が興行収入が多いように操作してるから、操作っていうか、そういう仕組みになってるからね、まあまあ、ブッキング数とかも含めて、いやいや違う、興行収入が中国映画を超えないようにしてる、まあまあいろんな配慮忖度、いや配慮忖度、違う、そういう法律っていうか条例があるの、中国の場合は中国らしい、うん、もう中国はほらそういう、だって日本映画がかかったのなんてついこの間だよ、だって、初めてね、日本映画で初めてだからあれでしょ、近年の日本映画で上映されたのって、憤怒の顔を渡れ、君を憤怒の顔を渡れ、なんで高倉健ファンが多いんだよね、あれ、あれが何年だっけ、上映が1990何年だと思うんだよな、それから始まったんだよね、でだってあれだもんね、今度はあのなんだっけ、君はどう生きるか、なんだっけ、君は君たちはどう生きるか、中国公開されるけど、ジブリが初めて公開されたのってついこの間だよね、千と千尋の神隠しだったかな、だから、何の話したんだっけ、元はこれ、あ外国映画だけでもいいよ、別にいや、日本のまあ要は洋画が低調なことをシネマサロンもそういう風潮の影響を受けてるんでしょ、洋画が低調っていうのもそのテントポール作品と一部のマニアが愛好するミニシアター映画の両極はそれなりにヒット作もあるんだけど、この真ん中の中型の娯楽作がかなり厳しい、10億20億稼ぐようなものが洋画はほとんどない、少ない、いつも言うけど上から失敗して怒ってくるやつはあるけど、なかなか10億20億を狙って10億20億になる映画って少ないよね、少ないですね、っていう話だよね、ということで、はい、シネマサロン始まって以来ですかね、始まって以来なのかな、当時はでも昔日本とかしかやってないから、まあね、あった気もしなくもないよね、4本いつの間にか5本に4本5本体制になってから分かる、いや いつの間にか5本にされたからねどうして5本になっちゃったのか本当今でもよく分かんないんだけどさ、一時期すごかったですね、一時期すごかったもん、本当もう自分の見たいが全く見られなくてかなりストレスかかりましたよ、ダビエさんは何とかしてあげてくださいコメントもいっぱいいただいてます、本当だよ、自分が見られない映画やって何がシネマサロンじゃっていうね本当に、はい、いいことでございました、はい、じゃあ続いて特集ね、はい、国立映画アーカイブ長瀬記念ホール大津では4月9日から5月5日まで生誕100年高峰秀子ということで、まあなんか割とそんなにたくさんやんないんだなと思って、まあ割と子役時代のものからまあ、晩年衝動殺人息子よまで入ってるんで、ね、意外と珍しいのは木下圭介作品でもなかなか上映されない、スリランカの愛と別れとかって久々じゃないかな、これ上映されるの、
あと割と名画座とかで見られて、私があの意外と見られてない日本映画でね、おすすめしてサスペンススリラー映画、サスペンススリラーミステリー映画特集で勝手に特集組んだんですけど、その時に紹介しました成瀬みきお監督作品の女が階段を登る時、これはなかなか面白いんでさね、あれ見たんだっけこの間、あこれじゃないんだよな、違うの見たんだもんね、まあ、この間シネヌーボーでもね上映されてましたけど、あと、まあ、木下圭介作品だと笛吹き川とかもやるし、旦那さんの松山善三作品では三がありとかね、あと成瀬みきおの代表作の一本である放浪記とかもやりますしね、あれはやんないんだね、浮雲はやんないんだね、さすがにね、逆に。あとこの間、ラピュタ阿佐ヶ谷でもやってた山本和次郎監督作品の綴り方教室と石田民蔵監督の花摘み日記、これもともとフィルムセンターのフィルム使ったのかな。あと珍しいところでは牧野正弘のアヘン戦争とかね、最近上映されてないと思うんだよねこれ。あと市川今度花開く町子より、これって前ベーラで特集やった時やったのかな、見てないような気がするんだよな。あと小津安二郎の宗像兄弟ね、あ違う、宗像兄弟ね、これ間違うとまずいんだよね、宗像兄弟ですね、宗像姉妹と書いて宗像兄弟と読む。あと成瀬みきおの稲妻とか豊田四郎のガンとか、成瀬みきお荒くれもやるんだね、荒くれ徳田修正の原作ですね。まあ、いうことで高峰秀子特集、ね、これ最近めんどくさいのはこれネットなんだよね買うの、うん、で窓口販売がわずかしかないんで若干数、だから年寄りの人は結構ね、うん、若干数を争うんでしょうね、うん、なのでもう最近僕はもう、まあ、昔のフィルムセンター、今のね国立映画アーカイブほぼ行かなくなりましたね、うん、あと息子さんとかに娘さんに撮ってもらってね、まあそういう人も多いと思うんですよ、うん、でもほらチケットの QR コードをかざさなきゃなんないから、うん、結構年寄り大変ですよね、まあ、だからスマホ持ってないとね、いやスマホ持ってるだけじゃまずいじゃん、いやだからそ昨日もあの転送してさユーロスペースで知り合いに会ったんだけど、もうスマホ持ってるんだけど使い方わかんないからさ言っててはーいね、だから大変ですよ本当に、はい、次ね、あといよいよ今週からまた午前10時の映画祭14が始まります。で1本目は、どこの子や A グループも B グループもレイダース失われたアーク性質ですね、監督はスティーブン・スピルバーグ、主演はハリソン・フォードですね、あれ旧保育園が出たのは2作目でしたね、だったと思います、はい、少年ですか ね、 ね、まだね。次、単館名画座情報ですけど、新宿ピカデリーでは8日から11日まで、この間あのテレビで放映されました鬼平犯科帳シリーズの、いわゆる、ま、現 松本幸四郎の一作目の本所桜屋敷が限定特別上映されるんですよね。これまあぜひ見てみたいなと思うんですよね。ゲストはあの人でしたね、あの暴れん坊将軍マツケンサンバ、何でしたっけあの人出ないんだ、出ない、マツケンって言ってんの、ままマツケン、マツメン、マツケンって言うと松山ケンイチしか出てこないです、松山ケンイチがここにいっぱいいるから出てこないじゃないですかもうドラマにも出てるし、松平健さんゲストでしたね、まあ、ちょっと見てみたいなと思いますよね。あと新宿シネマカリテアップリンク吉祥寺シネマと心斎橋のリトルエルラを上映する公開する劇場3館でリトルエルラ公開記念ロスバンド限定上映ということで、なんとクリスティアン・ロー監督の舞台挨拶付き、へえすごい、だからあの予定通りならクリスティアン・ローが来日して監督の舞台挨拶がねつくという、あのリモートでもなく本人が劇場で舞台挨拶するって外国映画の場合結構珍しい。この間あのイメージフォーラムでねベルクなんとかマイスターでね、タルベーラが、舞台挨拶してましたけど、すごいね。で5日金曜日新宿シネマ借りて、6日土曜日アップリンク吉祥寺、7日日曜日シネマアート心斎橋で、ロスバンド限定上映をやって監督が登壇予定。まあね、北欧からいらっしゃるんでしょうから、なんかアクシデントがあれば来れなくなるということですね、はい。次、シネマアート心斎橋では4月5日オールナイトアニメ魔と聖兵のスレーブ一気見オールナイト上映会ということで、
現在絶賛放送配信中のテレビアニメが来月発売する第1巻のブルーレイの発売記念で特別一気見上映っていうのをやるらしいです。であと5日から笑いの怪物、再映します。見逃してる方はね、まあ、上半期のインディペンデントの日本映画の注目作だと思うし、岡山天音さんが主演して長野大河君や菅田将暉君が、まあ、友情出演ですよね。友情出演とは書いてないけど完全に友情出演だと思うんですけど、まあ、非常に見事なと言っても菅田将暉中野大河ともね素晴らしい演技でしたよね。菅田将暉の演技は相変わらずすごかったですね。キレっぷりがもうねそこを光ってますからね。もうすごいよねあそこがね、うん、なんでこれ菅田将暉ファンは絶筆で見た方がいいですよ。あと片岡玲子といつもの松本穂香じゃないアーパーな松本穂香が見られるのもこの映画のお買い得なところで、あと中野大河が今回コントをね役で出るんですけど板橋俊也さんが相方で出るということ、あと前原光さんとか前田大志郎くんとか、まあ、いっぱい若手俳優も見られるのでこれはぜひね日本映画ファンは、見逃せない作品だと思いますのでお勧めしておきます。あとシネマと新宿多いですね、いろいろとあのイベントが。5日から劇場版天元突破グレン・ラガングレン編が公開され、来週の12日からラガン編がそれぞれ1週間の限定上映で公開されます。で7日日曜日14時40分あこれ違うんだ7日日曜日の14時40分1回限定上映で VBL シリーズの番外編ステイバイマイサイドアンチリセットが上映されるらしいです。これなんか台湾の BL もんだったかな、テレビシリーズだと思いますけど、もうなんかシネマート新宿ね、それだけでもね少ないアルバイトをシフト組んで大変ですねこれ対応するのに。おととい、昨日もシネマと新宿で、あのラインゴールドを見てきましたけどね。テアトル新宿ではなぜか1日のみウィールの再上映がある。これなんだろう。なんか誰か劇場に来るのかな。ちょっとわかんないですけどね。興味がある方はホームページなり劇場に問い合わせるなりしてください。新宿ケースシネマでは坪川拓司全作品上映ということで、まあ、なんといってもモルエラニの霧の中が結構有名だと思うんですよね。このモルエラニの、霧の中は、あれですね、大杉蓮さんと小松政夫さんのそれぞれの最後の作品らしいですね、ということでこの2人のファンもぜひね見られたり、まあ、214分、サブ68、3時間34分なんでかなり長いですけど、これ休憩入らないのかな、これどうなんだろう。あと各回いろいろ登壇者がいるらしいので舞台挨拶の回が多いみたいです。その他美しき天然とアリアとハーメル、あと特別上映で短編作品の演奏と活弁付きライブ上映をやるらしいです。12月の三輪車と日本人アンナの2本短編もやるということで、もう坪川拓司監督作品はこれ見るとね、2、4、6本見られるということで、なかなかお得ですね。はい、次。次は、丸の内東映では、ずっと5日から松田優作作品特集やってます。で、いよいよ最終週になりますけど、最終週は4本。岡本明久監督作品で、暴力教室。それから、沢田幸宏監督作品の、俺たちに墓はない。あと特別出演で松田優作が出た村川徹監督作品で舘ひろし主演のバラの標的、あとシンガー役で松田優作が出演したんで歌も、中で劇中で聴ける松田優作主演工藤栄一監督作品ね、横浜 BJ ブルースの4本が上映されます。これで一応丸の内東映の松田優作特集は一旦終わりということですね。次、角川シネマ有楽町でやってます生誕75周年、あ、これ昨日で終わり、あ、今日で終わりだったわ、ごめんなさい、今日で終わりでした。明日行っても見られません。次、渋谷ユーロスペースでは、11日まで愛すべき秋香りすまきアンコールやってます。この間の先週内、実は前回のチラシだったんですけど、ユーロスペース行ったんでこのアンコールのやつ手に入れてきました。4月11日までですね、あと1週ですね。一応ほぼ、1回目の特集でやったやつ全部見られると思いますので、ぜひお運びください。
シアターイメージフォーラムではピーター・グリーナーのレトロスペクティブが、続映中ですけど、いよいよなんか8時半かなの回1回だけになりましたんで、もう最終週なのかな、終わっちゃうと思いますんで、ぜひお運びください。次、渋谷シネクイントでは5日から10日まで、偉人たちね、特別上映、公開記念の特別上映ということで、アンドルー・ヘイ監督作品でウィークエンド・ウィークエンドを再映するということで、これもアンドルー・ヘイ監督を ぜひ見たいという方にはチャンスだと思いますね。僕も見たいなと思いますけど、まあ、偉人たちはね、日本でも、映画化されました大林信彦監督作品の偉人たちの何だ夏の、原作のリメイクですね。原作は、山田太一先生ですね。合ってる？はい、山田太一原作で、はい、よかった、山田太一原作の映画化、アンドルー・ヘイ監督が映画化して、まあ、昨年2023年の話題作の一本になった作品ですね。いよいよ公開ということですね。次、東京写真美術館ホールでは4月2日からもうすでに公開中、上映中ですが、風よ嵐を劇場版が14日まで上映中ですね。今美しきなんだっけ、君なんだっけ、あれ今の大河ドラマ光る君へ、光る君、美しきって言われたら諌かい目を思い出しちゃったよ。光る君、君へ、うん、まあ、主演のなんだっけ、吉高さんのね、あのテレビ版の劇場版ですね。次、池袋シネマロサではあのなんだっけ、なんだったんだっけ、あれヒューマントラストでやってる未公開作をやるやつ、あー、はいはい、未体験ゾーン、うん、未体験ゾーンで上映した新進対戦、新端対戦、どっちなの、これを池袋シネマロサで5日から11日1週間限定で上映します。ラウ・チンワン主演で監督脚本はワイカオファイということですよね。ちょっと見てみたいなと思うんですけどね。これなんていうの、これ新端対戦でいいのかね。そんな感じですね、きっと。そんな感じですね。これは東京国際映画祭で上映されたんですね。はい。次、池袋ヒューマックスシネマズでは6日土曜日のみ、あ、これ違うんだ。ヒロインズ、あ、ヒロインズあったな。ヒロインズ、舞台挨拶付き限定上映やりますね。はい、あとシネマロサもう一本あったんだ。池袋シネマロサでは6日から12日ファーストミッションの限定レイトショー、何時からだこれ、時間書いてないんだな。舞台挨拶なども予定ということになってますね。次、アップリンク吉祥寺では5日からジャン・リュック・ゴダール遺言奇妙な戦争のムーブオーバー上映、あと T ・ジョイ品川プリンスホテルでは5日のみ毎年やってます天柄物特別上映。今年はあれかな、東京は T ・ジョイの品川プリンスしかやらないのかな、うん、前はね、あの東方シネマズとかヒューマックスシネマズとかでやってたんだけどね。まあいうことで、T ・ジョイ品川プリンスで5日のみ天柄物の上映ということですね。から渋谷シネマベーラでは19日まで、小林信彦セレクション決定版世界の喜劇人観光記念ということで That's Comedians Once More ということでやってます。マルクス兄弟からいろいろ、キントンからいろいろ上映されています。池袋新聞ゲーザー、相変わらず番組が細かいのでよくお聞きください。7日まで、恋に落ちてナチュラル、レナードの朝、ザ・キラー上映してまして、9日まで春画先生と春の絵、春画花くたし上映中です。それから6日と7日、13日と14日、後継者、火の道、サルカール一票の革命、プリのインド映画4本が上映されると。それから7日、21日、28日は北野武アンコールでソナチネと5人が上映される。5人はだからビートたけしってことですね。8日から10日、そして14日、ポトフ、美食家と料理人と愛と悲しみの果て、2本立て上映。9日から11日、亡くなりましたタビアニ兄弟のどっちだっけ、ビットリオ&パブロだっけ、パブロじゃねえだろ自分で言っといて、パオロだ、パオロ、パオロタビアーニ、弟の方ですね、パオロタビアーニ監督作品がお亡くなりになったんで、9日から11日、遺灰は語る追悼上映ということですね。
それから10日から26日、生誕100周年記念プロジェクト in 新聞演座ボル2、映画監督岡本喜八第2弾ですね。結婚のすべて、若い娘たち、暗黒街の顔役、独立グレン隊、大学の山賊たち、独立グレン隊西江、暗黒街の弾痕、地獄の宴、月給泥棒、割と若い頃の作品ですね。ちなみに大学の山賊たちは山崎努のデビュー作だったように記憶してますけどね。大学の山賊たち面白いですよ。初めて見たのは東京12チャンネルの10時半からのロードショーで1回見てね、それから後にスクリーンで見てます。岡本喜八監督作品でスクリーンで見てないのはなんだっけ、あの博多編だけだね。博多編って何の博多編なのかあれだけスクリーンで見てないけど、残りの作品は全部スクリーンで見ましたけれど、もう若い頃の作品は覚えてないから、ちょっとぜひ新聞下座でやるこの初期のね、結構ラブロマンスの結婚のすべて、若い娘たちとか、暗黒街シリーズ本当に面白いですかね。ミッキー・カーチスとかすごい面白いし、あと独立グレン隊、前も歌いましたけど、イーリャンイーリャンイーリャンサンサン、イーリャンサンサンだ、今度はどこだ、西か東か南か北かってね、あの歌いながらみんな更新するんですよね。楽しいですよ、楽しそう。独立グレン隊西江は特に楽しくなってますからね。暗黒街の弾痕は加山雄三だったかな。暗黒街の顔役は主役はあれ三船敏郎と鶴田浩二ですからね。でどれにもあの岡本喜八一家でね、ミッキー・カーチスとか、あの天本秀夫とかいろいろ出てますから、岡本喜八班はこの暗黒街シリーズと独立グレン隊シリーズは楽しみに見たらいいと思うんですよね。地獄の宴は上映するの珍しいですよ。宮下達也主演作ですよね。月給泥棒はあのラブロマンスということですね。あと11日と12日、15日から17日はカール・テオドア・ドライヤーコレクションの、特集ですね。それから早稲田松竹、早稲田松竹は、5日まで、ナードですが何か特集。5日って何日だっけ、明日、はい、じゃあ明日5日まで、最終日ですね。スーパーバットとゴーストワールドとクラムが上映されています。6日から12日青山真嗣監督特集ということで、レイクサイドマーダーケース、サッドバケーション、東京公演、月の砂漠の4本が上映されます。上映日バラバラなんで、確認していってください。4月7日、トークショーが開催されます。ゲストは俳優の豊田真帆さん、これあれですね、青山真嗣監督の奥様ですね。聞き手は早稲田大学教員の土田珠樹さん、映画研究者ということで、いろいろ上映回数が変わってます。僕はこのうち2本しか見てますよね。レイクサイドマダケースと月の砂漠は見逃してるので、ぜひ見たいなと思います。東京公演はね、三浦春馬ファンもね、絶筆でご覧になればいいと思いますね。サッドバケーションは確かシネマライズ公開でしたね。ああそうでしたっけ、うん、僕はなんかベルリンで見たのかな、なんかどっかで見たような記憶がありますけど。次、目黒シネマは7日までラース・フォントリアレトロスペクティブやってます。そして、後半がないな。あ、そうか、7日までラース・フォントリアやった後、8日から26日までなんか休館だそうでございますので、目黒シネマ一時休館。これは別にあの、やめるわけじゃなくて、27日からまた上映が始まるということらしいです。あと神保町シアターですが、23日から4月19日まで追悼企画、映画でたどる山田太一と木下圭介、テレビドラマ創世記を支えた師弟2人という特集をやってまして、今週は3週目ですね。3週目では、木下圭介監督作品の関春鳥、監督脚本木下圭介ですね。それから、憧れ、恩地秀夫監督作品の、これ主演は内藤陽子ですね。内藤陽子の東宝映画、これ原作が木下圭介。原作ということは何かというと、テレビドラマの木下圭介劇場の記念樹を、原作として、山田太一脚本によって恩地秀夫が監督という作品です。それから愛より青く、これは何と言ってもね、僕らの世代は NHK 連続テレビ小説が有名ですけど、これ映画化もしてたのご存知でした、愛より青くって。見てますよね、子供の頃。見てない、見てますね。見てるでしょ、愛より青くね。
で、映画版は松坂慶子、大和田伸也主演ですね。で原作が山田太一、脚本は森崎東、監督と脚本は森崎東。森崎東の作品って結構見てるんですけど、これ愛より青く見逃してるので、ぜひ見てみたいなという気がしますよね。大和田伸也は確か両方出てたと思うんだよな。松坂慶子じゃないよね確か。 NHK はね、 NHK 誰だっけ愛より青くって、誰だっけ、じゃ出てこないね。これがもうこの年になったら嫌なあれですよね。愛より青く松竹大船作品ですね。まあいいです。次、神保町シアターではモーニング&ヌーショーで昭和の喜劇を江ノ県生誕120年祭もやってまして、明日5日まで初笑い底抜け旅日記青柳信夫作品やってますが、6日からフィルム代わりで、12日まで落語天国新主録、これも青柳信夫監督作品ですね、が上映されます。下高井戸シネマ5日明日までミッションジョイ困難な時に幸せを見出す方法、ラストエンペラー劇場公開版 4K レストア版からカラオケ行こう、上半期の日本映画のね結構話題作でした。それからケリー・ライカート監督作品のファーストカウ上映なんですが、それに伴ってケリー・ライカートの映画たち漂流のアメリカということで、ウェンディ&ルーシーリバーオブグラスミックスカットオフオールドジョイが上映されますね、上映されてます。で6日からフィルム代わりで12日まで父は覚えている JFK 新証言知られざる陰謀劇場版、戦場のメリークリスマス 4K 修復版、ストップメイキングセンス 4K レストア版、レザーバードックスデジタルリマスター版、笑いの怪物が上映されます。ラピュタ阿佐ヶ谷は4月の13日まで大泉東映現代劇の潮流2024ということで、いよいよ最終週ですねこれもね、いうことで、6日、あさって日曜日までですかね、土曜日まで、あさって土曜日まで、喜劇初詣列車赤い夜行中昭和最大の顔役夜の手配師上映中ですね。7日からフィルムがあり9日まで昭和最大の顔役佐伯清監督作品2週目、村山真嗣監督作品夜の手配師2週目、そしてこの週から深作欣二監督作品白と解散式と高森隆一監督作品の夜の歌謡シリーズ命枯れても、10日からフィルムがありで夜の歌謡シリーズ命枯れてもと白と解散式が2週目、そして村山真嗣監督作の男度胸で勝負する、これでこの特集の終わりということになりますね。モーニングは相変わらずですね、昭和の銀幕に輝くヒロイン第107弾高峰秀子少女スター時代劇編ということで、6日明日までですか、4月の6日明後日土曜日まで石田民蔵監督作品の花摘み日記一旦終わりと。で7日から、山本和次郎監督作品で、この作品で、高峰秀子と黒澤明助監督のラブロマンスがね話題になりまして、確か高峰秀子のなんかおばさんだかお母さんだかがその話を潰して、黒澤明と高峰秀子は結婚することなく終わったというふうに、映画史スキャンダル的には言われてますけどね、いう、まあ、非常に記念的な作品で、映画も本当に素晴らしい作品ですね。で、まあ、当時としては結構長めの2時間7分ですね。山本和次郎監督作品の代表作の1本、黒澤明の助監督の代表作の1本でもありますよね、なかなか素晴らしい映画なんで見逃してる方はぜひ。一応この、ラピュタのチラシにも少女期の最高傑作というふうに書いてありますね。それから4月の10日水曜日から13日まで花摘み日記の2回目の上映ということになってます。次、レイトショーでは4月30日まで庶民の夢と要望に欲望に寄り添ったエクセスフィルム35年の歩みボルワン、エクセス作品を彩った魅惑の女優たちということで、5日の金曜日、明日までマル秘性犯罪、女銀行員集団レイプ、美人銀行員を狙い異常レイプという坂本人志監督作品が上映中、4月6日からフィルムがあり10日まで北沢幸雄監督作品、浮上下半身アマデラのジョージ2ノーパンアマデラ売れた茂みが上映ですね。それから4月11日木曜日から15日月曜日までフィルム代わりで
巨乳熟女本番仕込み菊池恵里熟女の時間で行って、主演は当然菊池恵里さんですね。監督は橋口拓明ということで、ビデオのシスタイルで人気を得た元祖アイドル AV 女優菊池恵里の主演作ということで、お好きな方は菊池恵里、懐かしいですよね。大人気でした、ね、大人気でしたね、あの頃。続いてモーク阿佐ヶ谷、5日から11日上1階ですね。木下圭介版1958年の奈良山節子、キネマ旬報ベスト10第1位、それから後にテレビで何度も、映像化された、白い巨頭山本佐三監督作品キネマ旬報ベスト10第1位、マーティン・スコセッシ監督作品遠藤周作原作沈黙サイレンスキネマ旬報ベスト10第6位、それから下地下1階ですね、自然の破壊の自然史、それからマーティン・スコセッシのキラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、鈴木清純監督作品の影狼座と夢二が上映されます。次、キネカ大森ですね。キネカ大森の5日から11日の名画座は、このチャンネルでも取り上げました、きっとそれは愛じゃない、あと恋人アンバーってやったよね、やりました。こっちも、シネマサロンで取り上げました、恋人アンバー、この2本立てですね。それから5日から、ね、非常に渾身の力作でありました1月の恋に喜びを刻め、監督は情けあの人、いやもう本当に記憶力がなくなったもんですね。情けあの三島由紀子さん、三島由紀子監督作品の1月の恋に喜びを刻めの無謀版から6日はまたマダム・オル・マサラということで、今月はムンナー・マイケルという作品があるそうです。あと11日まで、キネカ大森40周年記念ということで、アジアを旅する映画祭、いうことで、さらば我が家、ハオベッキ 4K、 ブータン、山の教室、エンドロールの続き、エドワード・ヤンの恋愛時代 4K レストア版、ハチドリ、ベツリ、女神の継承の作品群をどれか上映していると思います。それからですね、まだ続映中だと思いますが、3月の29日から秒速5センチメートルとヒアゴーストトロピックの、ロードショームーブオーバーが、やってますね。それからストレンジャーは、5日から、先ほど新作コーナーで紹介しましたゴースト、ごめんなさい、リトルエッラ、それから5日から11日、各ところでリバイバルやってます劇場版名探偵ホームズデジタルリマスター版、から5日から18日桜前線の上映中で秒速5センチメートル、それからヒアーとゴーストトロピックはストレンジャーでは11日までの上映となります。あと続映中なのがフェルメールザ・グレーテスト・エキビジションアート・オン・スクリーン特別編、14歳のしおりストップ・メイキング・センス 4K レストア版、青春ジャック止められるか俺たちを2が続映中のはずです。ホームページでご確認の上お運びください。下北駅前シネマ K2 では5から11日名探偵ホームズデジタルリマスター版限定上映、それから5日から、ボブ・マーリーラストライブ・イン・ジャマイカの、ロードショーから続映中なのが瞳を閉じて、これが11日までの上映ですね。その他続映中はマイ・ライフ・イン・ザ・ブッシュ・オブ・ゴースト、落下の解剖学、怪獣は襲ってくれない劇場版、NN4444、これらは、続映中だと思いますけど、ホームページでご確認の上お運びください。下北沢トリウッドでは5日から18日まで青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない、青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ないで、5日から青春ジャック止められるか俺たちを救うが上映ということで、今週は以上でございます。はい、じゃあ今週のシネマサロン課題作品のおさらいです、はい、今週はちょっと洋画4本になってしまいました。洋画4本、フォローイング、インフィニティプール、パストライブス、再開、アイアンクローの4本にしたいと思います、はい、皆さんのリクエストを引き続きお待ちしております。どうもありがとうございました。